私の夢はあの虹です。最強よりさらに上、あの虹の先まで行くこと。そして虹の先にあるのはフランス、私の両親が出会った地、お父さんが今も活躍する国です。私はそこで頂点に立ちたい。そう、お父さんのように。お父さん、どうしてお父さんはトップブランドを目指すの？お仕事がなければもっと一緒にいられるのに。ロレル、それはね、頂点に立つ者だけが一番たくさんみんなに輝きをあげられるからだよ。みんなを最高に嬉しく誇らしく幸せな気持ちにするには一番じゃなきゃダメなんだ。世界中にはたくさんの人がいる。そして頂点に立つ者がどれだけやれたかで、そのみんなの幸せの大きさは決まってしまうんだよ。だから私は止まらない。デザインを磨き、進出国を増やし、最高のブランドを築き上げてみせる。ブランドアイコンである虹のように大きく、そして彩り豊かにね。私は馬娘です。そして馬娘には馬娘にとっての頂点、最高峰のレースがある。そこで勝ちたい。ううん、ただ勝つだけじゃなく、最高の勝ち方を見せたいんです。それが私の夢、そしてみんなの幸せ。お父さんが目指し、私も目指している空、誰もが知り憧れるレースです。行われるのはパリ西のセーヌ川沿い、世界で一番美しいと言われるレース場。そしてトレセン学園の歴史上、誰一人として勝った者のいないレース、まさに最高峰の国際 G1。 その名はスイード・ラフク・ド・ティオン凱旋門賞。気持ちが本物でも、かなり先、遠い季節まで待っていてもらえますか？はい、夢は変わりません。でもご覧いただいた通り、どうだいブライアン、勝負は私の勝ちだったけど、お眼鏡にかなう馬娘はいたかい？いや、いない。そんなものは。私、走れませんので。そう。そんなものはいない。そう。今はまだ。聞きましたか、爆心王さん。ローレルさん、有名なトレーナーのオファーをまた断ったらしいですよ。おお、そうですか。もうだいぶ調子はいいはずなんですけどね。こんにちは、トレーナーさん。いつもお世話になってます。まだいません。ちょうど今募集しようかなって思いついたところです。契約？うん、お断りします。契約みたいな言い方、寂しくありませんか？もっと私たちらしい言い方があると思います。思い出してください、あの日交わした言葉をもう一度。よろしくお願いします。お待たせしました、トレーナーさん。